はなしだ、柱は。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉は猿飛び。おう、詫びなら不要だ。元から失敗していたんだ。この世界あるなら、それに気づかせてくれた。ただそれだけだ。失敗のない世界、その死を救う先方。お前たちは神数戦士、頂上見物。幸せであるとは限らん。人は考え、悩む、失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。先方、木遁、神数戦士、頂上見物。十尾の人中力、想像以上の相手ぞ。間違いない、やつは。なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまず過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところ、あんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺
知ってっから、木の葉の誰より、人界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。なぜだろう、まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても、いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせれば、どんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。